私こそが全てだ。俺の番だ。ええ、光よ、受け取ってみんな。俺の番だな。俺の番だな。俺の番だな。頼んだ。お任せください。アークス駆動。俺の番だ。ターゲット捕捉。くらえ。消え去れ。遅い。続いてくれ。続きます。行くわよ。行くぞ。型をつけてやる。さあ吹き飛べ。続いてくれ。続きます。遅い。強化する。それ行くわよ。輝けゴールデンスキーム。行くわよ。遅い。はー、とどめ。はい。アークス駆動。任せてちょうだい。遅い。頑張って。サンクス。油断大敵ですね。任せてちょうだい。はい。助かりました。よし、ターゲット捕捉。くらえ。感謝しておく。ごめん、みんな。任せてちょうだい。行くわよ。行くぞ。型をつけてやる。ザー！吹き飛べ。
続いてくれ。続きます。はい。感謝しておく。助かりました。遅い。ええ、刻むぞ、シャドウステップ。ええ、アークス駆動、私の番ですね。はあ、やあ、感謝しておく。助かりました。任せてちょうだい。行くわよ。頑張って。ありがとう。俺の番だ。あたしの番ね。全力で行くわよ。バリアントレージ。これが俺たちの力だ。はっ、行くぞ。ターゲット捕捉、くらえ。はい。行くわよ。俺の番だ。型をつけてやる。ザー、吹き飛べ。崩したぞ。続きます。ふざけるな、ふざけるな。行くわよ。はあ、はい。よし。俺の番だ。走れ。バリアントレージ。守りを固めるぞ。遅い。頑張って。ありがとう。私の番ね。アークス駆動、私の番ですね。アークス駆動、はい。助かりました。行くわよ。アークス駆動。行くぞ。刻むぞ、シャドウステップ。行くぞ。ターゲット捕捉、くらえ。
強化する。それの番ね。ごめん、お願い、交代。行くぞ。輝け、ゴールデンスキーム。行くぞ。型をつけてやる。つあ、吹き飛べ。崩したぞ。続きます。よし、遅い。はあ、とどめ。どうしようかな。確かこの辺りにあった。ほいっと。レディースレッド。はい、あとはお願いします。任せてくれ。はぁー、俺の番だな。はぁー、よし、飛ばしていくわよ。エンジン雷光。俺の番だな。頼んだ。面倒ね。さあ、しっかり頑張んなさい。感謝しておく。サンクス。俺の番だ。ターゲット捕捉。食らえ。続いてくれ。もらった。行くわよ。あとはよろしく。任せてくれ。はあ、俺の番だな。頼んだ。お任せください。はあ、行くよ。任せてちょうだい。光よ、受け取ってみんな。私の番ね。飛ばしていくわよ。エンジン雷光。私の番ね。さあ、しっかり頑張んなさい。感謝しておく。助かりました。よし、刻むぞ。シャドウステップ。俺の番だ。おーはあ、それ。任せてちょうだい。貫け、ロゼッタアロー。今だわ。隙ありだ。さあ、舞台の幕を開けましょう。レッツスタート。まだまだここからが佳境です。ジブリールアロー。
己の罪を悔いなさい。よし、飛ばしていくわよ。エンジン雷光、行くぞ。ターゲット捕捉、くらえ。崩したぞ。続きます。行くわよ。あとは任せたわ。任せてくれ。今だ、隙ありだ。ええ、始めましょう。バリエントレイジ、バックアップは任せなさい。やっやっ、まさかこんなことが。それがお前の限界だ。もう一人の、いや、イシュメルが。今までの戦いだって文字通り可能性がゼロだったことすらあったかもしれない。それでも一人じゃなかったから。ああ、それこそが、そして人がこれからも紡いでいくものなんだろう。取るに足らないのはあなたよ。ただの幻、エルシオンが見た歌方の悪夢。帰るべき無に帰りなさい。貴様のようなものに。ううん、エルシオンはすでにプロセスを実行したわ。愚かな人を、世界をさらなる。ううん、そしてやがて到達する必然的な領域でもある。数年後か数十年後か数百年後になるかはわからないけど、いつか人類が再びエルシオンを誕生させる時が来る。その時こそ正しい形で使われることを祈る。そんなものが通じるとでも。通じるよ。なんと愚かで救いようがない。よかろう、それが人の選択ならば私もそれに委ねるとしよう。ち、まさか極限ですか。そんな、まだ十数分くらいはあるはずじゃ。ラーちゃん、今なら止められるんだろ。もうやってる。でも坂島のバベルが、天の雷が制御できない。一体何をしたんだ。バベルと天の雷
雷の制御権をより高位の存在に委ねたまでだ。ヘリシオンを生み出した存在、愚かなる人の集合無意識に、人の憎悪が最も集まる地に裁きが下るように。なんだと。あれはプレロマソ。青の大樹や黄昏の時とも違う。これは霊脈をネットワーク化して世界中の人たちの感情を読み取ってる。あ、そんなことまで。これぞ再創生の最終フェーズ。もはや天の雷は止められぬだろう。このゼムリア大陸から全ての憎悪が消えぬ限り、永遠に。せいぜい見せてもらうぞ、人の可能性とやらを。機能停止ですが、大陸から憎悪が消えない限りって不可能だ。それが人間が持つ感情である以上は。共和国の空軍基地どころじゃありません。最後の一人が消えるまで天の雷は止まらないだろうね。あるいはそうなる前にエネルギー源である霊脈が完全に枯れるか。どの道待ち受けるは破滅か。そんな。まさか最後にこんなものを残していくなんて。最後は人自身に裁きを委ねるか。なんとも皮肉な話だ。だがこれも人の業か。言っている場合ですか。発射準備を始めたみたいです。ここにいては私たちも。くそ、何か止める方法はないのか。ダメだロイド、間に合わねえ。一旦外に離脱します。皆さんこちらへ。ロゼ、サポートお願い。うむ、近くの適当な場所に飛ばすぞ。雷が撃たれてしまう。ルーファス、ルーファス、どこなの。そういえば、まさか転移術が失敗を。いや、そうではない。
発動の瞬間に感じ取った。あやつは自ら天衣人を離れたようじゃ。どうしてそんなことを。まさか彼が考えているのは。ええ、おそらく。あれは兄上。ゼムリア大陸に生きる諸君、クロスベル統一国総統ルーファス・アルバレアだ。正午に私が出した声明に対して、この地に集結した抵抗勢力が答えを示した。武力行使という最も愚かな形でだ。これは私が望む恒久平和の対極に位置する空港。総統として断固たる決断を下さねばならない。よって予定していた国限をもって大陸全土に対して天の雷による裁きを始める。え、そんな。私はこたびの一件で痛感した。やはり創造の前には破壊が必要なのだと。一つの犠牲すらなく大陸統一の道筋など見出せるわけがなかったのだと。その意味ではこれまで私が裏で推し進めてきたことと同じだったのだろう。え、ルーファス君。2年半前の青き大樹の事件とそれに連動する形で勃発した帝国の内戦、半年前の幽玄と皇帝の暗殺未遂事件と、それを発端としたヨルムンガンド戦役、そして戦後ノーザンブリアとジュライで起きた独立運動に混乱の火種を仕込んだことも。こうしてクロスベルという足場を利用し各地の混乱の引き金を引いたことも同じだ。全てはゼムリア大陸の統一という大義のため推し進めてきたことに他ならないのだから。ん、何を言ってるの。その全ての裏に彼が。だがもはや私は迷わない。ケラウノスは一切の慈悲もなくこの世全ての悪を裁くであろう。そしてその先にこそゼムリア大陸の真の未来が待っている。その大義を前にもはや多少の犠牲などさしたる問題ではあるまい。ふざけるな独裁者が。誰がてめえの言いなりになるか。ひどすぎるわ。一体どれだけの人が苦しんだと思っているんだ。渦巻くような怒りや恐怖、悲しみが、それらに起因する憎悪が。憎悪の収束地が天の雷の標的になるとしたら。そういうことだろうな。そんな。クソが。ルーファス。兄上。またあなたは一人だけで。間もなく国限だ。帝国、共和国はもちろん、リベール王国やレミフェリア公国、アルテリア報国、レマン自治州やオレド自治州、その他の小規模国家も
いずれ標的となるだろう。大陸から全ての国が消える前に、重ねて賢明な判断を祈る次第だ。それでは諸君、ごきげんよう。何今の。僕たち全員の脳裏に、まさかこれはエリシオンが見せてくれた最後の未来予測だったら、まだ間に合う。助けて、みんな力を貸して、ルーファスを助けて。その支援要請受け取った。ロイドさん、今からあの塔に戻ろうっていうのかい。彼には言いたいことがまだ山ほど残ってるからな。それに容疑者不在じゃ、この事件を完全に解決したとは言えないだろ。あええ、その通りだわ。支援家として、私たちとして。塔への道行きなら任せるがいい。霊脈が激しく乱れているゆえ、運べる人数は限られそうだが。ならば俺は同行させてくれ。これも弟としての責任でもある。ミリアム、待っていてくれるな。うん、分かった。気をつけてね、ユーシス。俺たちも行かせてもらう。うんうん、さすがにここまで働かされたら追加料金はきっちり請求しないと。全部終わったらそれでパフェでも食べに行こう、ラーちゃん。ありがとう、二人とも。すまない、俺たちは動けそうにない。ユース、ロイドたち、ルーファスさんを頼んだ。協力者の皆さんへの連絡や町の人たちの避難は任せてね。みんなが納得できる結末をどうか掴んできて。絶対に戻ってこい、あの分からず屋の元総督と一緒にな。了解だ。行くぞ、私の近くに。中枢ではなさそうだな。霊脈の乱れで位相がずれたか。問題ない、あとは探すだけだ。まあ、さっきのイメージのおかげで大体の場所は分かってるしね。ああ、このままもう一度制御中枢に向かおう。待ってて、